トルコ出身マイクスジム所属カンピナール選手です。はい、えー、こんにちは。カンピナールです。初来日になりますが、日本でのアンダー6。5キロのトーナメントに向けて準備はできています。最高の試合を皆さんにお届けいたします。オス、ということです。以上です。はい、えーと2人目の選手です。アルゼンチン出身、道場センピエント所属トーマスアギーレ選手です。こんにちは。 私はアルゼンチンの道場セルピエンテ所属トーマスアギレです日本での k ワン参戦は僕にとってずっと夢だったし初めて日本で戦うことになるのでとても嬉しく思っています今チームとタイで合宿をしていてトレーニングを積んで強くなっていることを実感しているしとても楽しんでいますファンのみんなにいい試合を見せたいと思いますということで以上ですでは続いての選手の発表お願いしますはい、三人目の選手になります中国出身 天津アフクファイトクラブそしてチャイニーズファイティングプロモーション所属メン・ガンフォン選手です。 皆さんこんにちはメンガオホンです9月29日に開催される第7代 K1 ワールドグランプリスーパーライト級王座決定トーナメントに出場できてとても嬉しくまた興奮していますこのトーナメントは自分にとって非常に重要な試合です自分の強さとポテンシャルをすべて発揮できるようすでに準備はできています私はリング上で王者になるまで勇敢に戦い抜きますファンの皆さん応援お願いいたしますシェ ということで、えー、最後の選手、発表をお願いします、はい、4人目の選手になります、えー、タイ出身、ウィラサクレックフェアテックスジム所属、ヨード・クンポン、ウィラサククレック選手ですこんにちは。 ヨードクンポンウィラサクレックです今回タイ代表として K-1 のスーパーライト級に出場することとなりましたこの間に私は体重を大幅に減らしキックボクシングのルールを勉強しましたブアカオ選手の後に続き今トーナメントでチャンピオンベルトを争う機会を与えてくださったウィラサクレックさんと K-1 に感謝しますタイにチャンピオンシップを持ち帰ることができれば幸いです 最後に、タイと日本にいるタイ人の皆さんに励ましをお願いしたいと思います。頑張りります。ありがとうございます。ということで以上で4選手の発表を終了いたしました。ししまあ今回4名決まったということであと2名ですよねあと2名がどうなるのかということとあと組み合わせはいつごろ発表していくのかというところもお聞かせください。はい、そうですね、えー、じゃあちょっとあの運営ということで私から。えー 話させていただきます。まああの鈴木ハイト選手とえー、っと稲垣選手、えー、決定してこれで六選手となりました。あの最初の会見でも申し上げた通りあの海外の選手が、えー、非常にまあたくさんスタンバイしてくれている中で、あとはそのなんだろうな今日発表することはできたんですけどねはっきり言うとえー、っと大物のファイターうんあのなかなか 今、キックボクシング立ち技の世界でね、パッと名前がね、聞いて、日本のファンがね、ほぼ全員が分かるようなファイターではないんですけど、世界的にはこのファイターがやっぱり65、そういうファイターが67.5でやったりとか、66キロでやったりとか、結構、海外では試合ごとね、体重違うんですよ。 競馬のチャンピオンあの争うにはふさわしいようなファイターがやっぱりあと2枠、えー、もうちょっと時間がかかるということで今日が8月の、えー、9ですかだからちょっとお盆入って海外はお盆関係ないんですけどねあのメディアの皆さんとかもろもろ選手とかの参加も考えると大体いい8月の 20日ですとかあのそれぐらいかなと思いますあと組み合わせっていうのがすごく僕らもあの組み合わせ次第でトーナメントの盛り上がり大きく変わってくるので組み合わせ的にはあの8月末までには、えー、全部整えて、えー、発表できればというところですねだから当初に申し上げた通り鈴木選手と稲垣選手というのがあの決勝でしかぶつからないようなブロックを分けしてで まあ海外の6選手を、えー、その空いたところに入っていくんですけど、うん、やっぱりあの KO の決着率が高まるような組み合わせを僕らなりに考えて、えー、決めていければと思ってます、えー、今日が8月10日なんで、まあ、ここから3週間ぐらいですね、はい、あのその中で先にメンバー発表して組み合わせなのかそれとも同時でどんなのか早まれば早まるだけあの選手たちも あの対策に書か,かれるんで、えー、ここからまあ早巻きで決まり次第発表していきたいと思ってます特に注目している選手はいますか4名の中えと、まあ、あのこの4名皆さんのお手元にあるあの資料にも書いてあるんですけど各国それから各団体の、まあ、それぞれチャンピオンなんですね。 でまあ、その中でも僕が個人的に注目しているのはやはりその中国の選手なんですけれどもあのこれまでえっと新世紀ワ第2子始まってから中国選手ベルトをずっと持っていっちゃっているので、えっと、非常にやっぱり中国人の選手フィジカル強いのテクニックもあるのでこの中国人の選手がどこまで他のものこれまでの2名の選手を飛び越えて 劉沙選手であるとかオーヤン・大山フェン選手であるとか飛び越えてチャンピオンを取っていくのかなというちょっと雰囲気がちょっとあるのでこの中国人選手がどう勝っていくのかまたこの中国人選手をどうやってみんな切り崩していくのかこの辺がこのトーナメントのポイントになると思っています。はいえー、私の方はですねあのやっぱり完璧なるという選手があのもう K1 の、えー、常連ジムというかマイクスジムの所属選手、えー、であることあとやっぱりあのトーマス・アギレ選手は、えー、WGP の、えー、推薦というか WGP の、えー、トップファイターであること欧米選手なんで、あのー、やっぱり3月7月の勢い見てもやっぱりあの問題なく K1 のリングで、えー、暴れてくれるだろうなってファイターですよね。あとがあのー 陽度くんぽん昔、あのノイリ選手と一回あの対戦予定でコロナ禍で来日中止で今回あの、待望の初来日という形なんですけどもともとの,元々のやっぱり新生 k 1のスタートがあのこのスーパーライト級から始まって、えー、その時あのゲオ選手が、えー、ぶっちぎりで、えー、トーナメント優勝してあのスーパーライトの初代チャンピオンに輝いて。 そういう歴史があって、えー、ちょうど10年なんですけど今回もやっぱりあのウィラサクレック会長がですね、えー、ヨードクンポン選手、えー、この度契約してですね今ではヨードクンポン、えー、下の名前違う名前でやったんですけどヨードクンポンウィラサクレックとしてもう、あのー、今回の試合のオファーの時点からウィラサクレック会長も今タイでジム開設してるんですけどそこでもうヨードクンポン選手仕込んでるというかみっちりまあ日々トレーニングを積んでいて。 まあウィラサククレックの,あのメンツからすするとやっぱりでゲーオが取ったベルトそれからいろんなファイター持ってましたけどねここでやっぱりあのタイの一枠をゲットしてでヨードクンポンを日本に連れてくるということで僕はなんかその。 ここゲオ、ね、のやっぱり初代トーナメントのようなです、ね、活躍をムエタイの復権というかです、ね、ここんとこ、ムエタイの選手、ね、k 1のリングでちょっと暴れてないんで,です、ね、ウィラサク・レックも心中期するところあると思うんで僕はちょっと穴というか淀君ぽんもすごい強い選手なんですけどなんかムエタイの、えー、大暴れに注目したいなと思ってます。はい